状況を整理しよう。俺はいつものように走られてパンを買いに行ったんだ。それも大量に。そして今教室に到着した。いつもと変わらない日、そのはずだったのに。なんだこれ。私は奏、日本一のお金持ち学校ソプラノ学園に通う高校2年生。日本有数の財閥の娘で、学校では生徒会長をしています。今は水泳の授業の時間です。あ、そこの人、潜水は危険だから禁止ですよ。高速違反です。別に高速違反ではないのよさ、奏。あ、そっか、間違えちゃった。それにしてもアルト君の姿が見えないけど、どうしたんだろう。それにエリカさんとカリンさんもいないような。一方さなから、はあ、だる。みんなよくプールなんて入ってられるわね。ほんとよ、あんなすっきーよく持て余したサルどもと一緒にプールなんて冗談じゃないわ。ほんとほんとふに。ねえ、ところでさ、あの二人うまくやってるかしら。あの二人、アルトとカジノよ。今走らせてるじゃない。ああ、大丈夫でしょ。ちょっと学校抜け出すくらい。まあ私的には、あの陰キャールとは近くに置いといて、私を煽る役割をさせてもよかったんだけどね。全然アルトが気になるとかじゃないけど。あら、ダメよ、アルトもいなきゃ。え、カジノにはもう一つ大事なお願いをしてあるんだからさ。だからさ、ふにカリン、一体さっきからうろちょろしてるその黄色いぬいぐるみ、何？ふに、私に聞かないで。おい、アルト、トロトロ歩くなよ。次の授業間に合わないぞ。ごめんなさい。でも前がよく見えなくて。まーく、お前ってほんと使えねえよな。僕ちゃんがクラス最上位カーストのロベリアに入ったら、これ以上にパシリにしてやるから、マジ覚悟しとけよ。お手柔らかにお願いします。くそ、こいつ、うっかりボコボコにしないように気をつけなければ。にしてもお前ほんと遅いな。待ってられないから僕は先行ってる。お前はパンを落とさないようにゆっくり歩いてくるんだぞ。わかりました。さあ、だいぶ時間かかったな。にしてもロベリアの奴らとカジノの野郎は舐めやがって。この焼きそばパンを思いっきり口に突っ込んで制服に火つけてやろうか。いやいや、ダメだぞアルト。僕は今地味で暗いメガネっ子陰キャなんだから、ちゃんと演じないと退学になっちゃうぞ。頑張れ俺。俺は暑さで意識が朦朧としていたって言ってる場合か。よれなっちまった、急ごう。うん、なんかやけに騒がしいな。まあでもまだ授業始まってないってことか。さっさと焼きそばパン渡しちまおう。ロベリアの皆さん、パンお待た。教室の扉を開けた瞬間、俺の目にとんでもないパラダイスが飛び込んだ。なんだここ、なんで女子全員水着なんだ。もしかしてここ天国、俺いつの間にか死んでた。まあ天国に行けたならそれはそれでいいか。俺の意識はさらに朦朧としていた。約1分間の混乱の時を経て、奏に状況を尋ねると、実は、え、女子全員の着替えが。なんとプールの授業の後、更衣室に行ったら女子全員の着替えが消えていたという。どこを探しても見当たらず、次の授業の時間も迫っているため、仕方なく水着のまま教室に来たそうだ。アルト君、どうしよう。そうだな、確かに近年の夏が暑いのは海面の水温の上昇を伴うエルニーニョ現象の影響であるわけだ。何言ってるの、大丈夫。俺は奏の水着姿を目の前に、意識が朦朧としていた。女子の着替えだけが盗まれたことから、内部の男子生徒の犯行であることはほぼ間違いないのだが、ことを大きくしたくない学校側は暫定措置として、今日の授業をすべて水着で出席することを許可した。はい、じゃあテスト開始。いやいや、普通にテスト始まっちゃったけど。テストどころじゃないんですけど。ねえ、アルト。何ですか、
今テスト中。ねえ答え見せなさいよ。あんたガリ勉っぽいし頭いいんでしょ。いやそんなことできないですよ。不正になっちゃうし。これでもダメだって。くそ俺の中の煩悩よ消えろ消えてしまえ。照れてる。やっぱこいつ陰キャオタクだけどちょっと可愛いとこあるわね。ほらほら別に水着なんだから好きなだけ見ていいのよ。見たいんでしょ変態陰キャ。見てない見てないって。ほらら動揺して消しゴム落としちゃってるじゃない。アルト、ほら消しゴム落としたわよ。ああサンキューラム。ラムのやつ改めて見ると意外に。ちょっとあんまりジロジロ見ない。あごめんバレた。言っとくけど男子のいやらしい目線は 100% バレてると思った方がいいわよ。なんだと。おいそこまで。全集中できなかった。いや無理だろこれ。何あの少ない面積、なんで下着は NG のくせに水着はあんな堂々と着てられんだよ。そんでなんで女の子の水着姿ってあんなに可愛いの。真夏のマジックなの。おいじゃあ授業ここまでな。じゃあ生徒会長号令。で待て待て待て、まずい今はまずいって。キリーツ。どうした男子たち。キリーツできません。お前ら若いな。昼休みになりクラス内は誰が犯人かで話題は持ちきりだった。っていうかさ、簡単に着替えが盗まれる学校なんて最悪じゃない。生徒会長はどう責任を取るおつもりなのかしら。だよね。生徒会長降りるどころか学校辞めてもらうまでしてくれないと気が済まないぜ。つうかさ、本人だったらアルトが一番怪しくね。お前プールの授業中姿見せなかったしさ。それはバカラさんたちからパンを買ってくるように頼まれて外に出ていたからですよね。それにカジノさんも一緒にいたし。ああ俺がお前みたいな陰キャに頼み事なんかするわけねえだろ。俺はカジノ一人に頼んだんだよな。カジノそうさ、パンは僕一人で買いに行ったんだ。アルトが嘘をついている。なるほどね。そういうことかよ。はめやがったなこいつら。おら犯人はアルトで決定だろ。てめえ陰キャのくせして着替え盗むとかキモすぎんだろ。そうだそうだ、お前も責任持って退学しろよ。そんなじゃあバカラさん、僕が真犯人を見つけたら信じてくれるんですか。ああ当たり前だろ、俺はいつでも正義の味方だからな。じゃあ見つけ出してみせますよ。ああやってみな。ただ制限時間は放課後18時までだ。それまでに真犯人が見つけられなかったら男らしく責任取って退学しろや。ま、見つかりっかねえけどね。だってカジノはしくるんじゃねえぞ。ちゃんとアルトを犯人に仕立てあげろよ。ちゃんとできたらご褒美あげるわよ。約束ですよ。僕もちゃんとロベリアの一員に。わかったんよ。これでやっとあの陰キャを追放できるぜ。そうすればあの生意気な生徒会長も失脚間違いなしだわ。まったくよ。なんでこんなことになっちゃったかな。犯人一体誰なんだろうね。え、犯人はもうわかってるよ。俺と一緒にパシられてたカジノが裏でバカラたちとつながってんだろうな。だからそこのつながりをなんとかして証明しないと。すごい、もうそこまで。私にできることがあれば何でも手伝うからね、アルトくん。え、本当か、カナデ。いやー、カナデにはいつも助けてもらってばっかで。あ、振り向かないでアルトくん。今一体何が。よかった首はつながってる。ごめんアルトくん、今こんな姿だから急に振り向かれてびっくりしちゃって、つい新幹線にはねられたのと同じくらいの衝撃だった。やりましたねバカラさん、あいつら終わりっすよ。まあそうだろうね。仮に黒幕の俺たちに気づいてもお前が真犯人だって証拠はつかめねえはずだ。そうよね、あの二人の青ざめた顔見た。写真撮っておけばよかった。ほんといい君。ところでバカラさん、
言われた通り動いたわけですし、そろそろ僕も正式にロベリアに。ああ、なんだその話、聞いてねえな。ああ、そんな約束したじゃないですか。約束って言われてもな。カリン、覚えてるか。約束？何それ、覚えてない。だから僕をロベリアに。っていうかさ、マジで盗むと思ってなかったんだけど、あんたこれどうする気？犯罪者じゃん。それは二人に命令されたからで。はあ、俺たちのせいだって言いてえのか。あんなん冗談に決まってんだろバカ。ほんとよね、責任転嫁とかありえない。仲間に入るどころか口も聞きたくないわ。早くどっか行ったら。そんな、そんな。やばい。僕が犯人だとバレたら、定額、いや、もしかしたら退学。どうにかしてこのままあると犯人に仕立て上げておかないと。そうだ、早退すれば。カジノ君、ここにいたのね。よかった、早退されたらどうしようかと思ってた。ちょっと話いいですか。なんだよお前ら。僕は具合が悪いんだ、もう帰るぞ。そうやって逃げてばかりじゃ、一生バカラさんたちに遊ばれ続けちゃいますよ。バカラさんたちに命令されてカジノさんがやったんですね。私たちなら何とかできるかもしれないの。お願い、全部話してくれないかな。こっちはもう全部知って。もうダメだ、白状するしかない。実は。やっぱりか、バカラの野郎、ただじゃおかねえ。アルト君、区長、気をつけて。ああ、いくら僕が陰キャだからって、さすがにやりすぎだよね。放課後のホームルームで決着をつけよう。カジノさんにも協力してもらってもいいですか。でもバカラさんたちに逆らうのは。それに真犯人の僕は一体。大丈夫、カジノ君はただ命令されただけなんだから、処遇もちゃんと考慮するから。それにこっちには強い助っ人もいるしね。助っ人？おい、アルトと生徒会長さんよ、見つかったのか真犯人。そろそろタイムアップだぜ。そうや、おとなしく罪を認めたら。もちろん、見つけました。はあ、言ってみろや、もし間違っていたらただじゃ済まねえぜ。残念でした。もし仮にアルトが真犯人のカジノにたどり着いたとしても、俺らは知らんぷりしてりゃいいんだよね。まさに最強の戦術ってとこね。犯人は あなたです。バカラさん、カリンさん。はあ、えちょっと待てよ、俺らは関係ねえだろ。そうよ、バカラは授業に出てたし、私はエリカとサボってたのよ。アリバイはあるってことだ、適当抜かしてんじゃねえぞクソインキャが。それじゃ今回の事件の重要参考人の証言を聞いてみましょうか。話していただけますか、カジノ君。ええ。僕はバカラ君とカリンさんから女子の着替えを盗み、そしてそれを全部アルト君になすりつけるように命令されました。これが証拠のラインです。カジノてめえ、ライン消せって言ったら裏切りやがったな。あんた、私たちに歯向かうことがどういう意味か分かってんの。もちろんアルト、お前もだ。俺たちを犯人に仕立て上げるってことがどういう意味か分かってんのかよ。お助け。逃げるとかダッサ、陰キャのくせして調子に乗ってるからそうなんのよ。カジノ、もう一回よーく思い出してみろよ。お前が自分意志で盗んだんだろ。僕は二人に命令されて。聞こえないね、バカラ。こいつもしかしたら自分のしたこと忘れちゃったんじゃないの。頭に一発衝撃与えて思い出させてやったら。そりゃいいぜ、任せろよ、簡単に思い出させてやるからよ。俺さ、中学校の頃金色の帝王って通りなで、向かうところ敵なしって言われてたの、お前も知ってるよな。全部俺がやりましたって言えばこの拳落とさなくて済むんだけどな。全部嘘は良くねえんじゃないか、どうざこが。
相変わらず自分より弱い相手には強気だな、お前。お前もしかして白銀の悪魔また現れたのか。ちょっとやばいよバカラ、あんた中学校時代彼に一度も勝ったことないじゃない。悪魔だ、白銀の悪魔。さっきまでの異性はどこ行ったんだかな。バカラ、お前が真犯人だってこと忘れてんなら俺が思い出させてやろうか。拳で。ハルト君、正体がバレるリスクを背負ってまでカジノ君を助けてあげるんだね。白銀の悪魔がまた現れた。中学生最強と謳われ数多もの地獄を生み出した怪物、白銀の悪魔。帰りですら叶わなかった相手。でも何だろう、改めて見ると誰かに雰囲気が似てる気がする。少し胸がキュッてするような。なんかどことなくアルトに雰囲気が。何言ってんのよラム、こんな恐ろしい化け物があの陰キャに似てるわけ。似てるわけ。ちょっと待てよ白銀、お前には関係ない話だろ。そうよ部外者でしょ。ごちゃごちゃうるせえな、何回同じこと言えばいいんだ。俺は曲がったことが嫌いなんだよ。つってもこのままじゃラチが開かねえよな。いいんだぜ、力ずくで謝罪させてもよ。冗談じゃねえ、分かったよ、俺たちが黒幕でした。皆さん申し訳ありませんでした。これでいいだろ。着替えは第二更衣室の一番大きいロッカーに隠してあるから、勝手に取っていけば。くそ、逃げるぞカリン。分かってる。逃げた。心配いらねえよ。校門に隠れてたスーツの男たち、奏の家の SP だろ。うん、生徒会長として犯人を逃がすわけにはいかないと思って。一応ね。バク、普段天然な割にたまーにしっかりしてんだよな。天然じゃないよ、いつもしっかりしてるつもりなんだけどな。結局 SP に捕らえられたバカラとカリンはクラスの前で公開謝罪。もちろんそれだけで済むはずもなく、1週間の停学と反省文100枚を言い渡された。実行犯のカジノは厳重注意の処分が下され、事件は一応の閉幕を見せた。その日の夜は、アルト君、ダメだ、どうしても奏の水着姿が忘れられない、というか忘れたくないとさえ思っている。夜のアルト君の雰囲気久しぶりに見たな、なんかドキドキしちゃって眠れないかも。奏、おはよう。アルト君、おはよう。あれ、なんか寝不足。え、これ私、ううん、別に何も。ちなみに今週はずっとこんな感じだった。皆さんこんにちは、かなでです。最後までご覧いただきありがとうございました。少しでも面白いと思ってくれた方は高評価ボタンを押してくれるととっても嬉しいです。コメント欄にも感想や好きなキャラクターぜひ書いてみてくださいね。これからもソプラノ漫画は100万人登録を目指して頑張っていきます。チャンネル登録とベルマークの通知のオンで応援よろしくお願いします。それじゃあまた次の動画で会えるの楽しみにしてるよ。ソプラノ漫画の動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると制作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお待ちしております。